そして響きのダン、意外とでもダンとしては、はい、アベルはまあ割とやりやすい相手だと思います。なるほど、この辺が機能するんですかね、投げに対して。そう、このダンク脚は、はい、セービングが終わるので、はい、EX チェンジなんかも勝てるし、はい、こう駒投げにも勝てると空中判定なんで。あ、なるほど。でさらにこうジャクはだいたい有利フレームが取れるので、そこからさらにダンの指導とか、はい、なるほど、じゃあ攻めはかなり継続しやすい組み合わせ。そうですね、あとダンバーを奥攻めする際も大のダンク脚を重ねれば、はい、アベルに確定取られないと。あ、そうなんですか。さあここはうまく2段止めのような形で投げていた響き弾、響き弾って実況で言われたいからこんな名前つけたんですか。ああ、なるほど、それですね。それは気づかなかった。響き弾、いい感じで1ラウンド取る。さあケンスケ・アベルどうする。今度は決まって、さあなんとかワンチャンスから流れを作りたい、リズムを作りたいところ。マルセイで逃げて、さあ響き弾はまだ落ちすぎる。ここで一発目トルネード、次はアッパー、よく立っていた。しかしフルコンミスター。さあダンク脚決まって、マルセイでゲージを使ってしまった。しかしダンク脚は打ち得なんですよ。あ、そうなんですか。さあここから本当拾えぜ、そこに飛んでくる。おお、誘っていたのか。キャップを決まって、響き弾ネタを持ってるのは名前だけではない。さあしかしまだ試合は終わってない。トルネード決まって、まだワンチャンある。ここで交流拳打っていた。響き弾お見事、ケースケガリー。あの状況は自分もアベル長く使ってましたけど、はい、1回もないですね。なかったですか。自分も多分同じ目に遭ってましたね。なるほど。こうしかしあそこまでのプロセス最高でしたね。あ、どう見てもあミスっちゃった普段は拾えるのにみたいな感じしましたからね。実はトラップだった。アベルのウルコンは結構無敵が上半身しかないので、はい、あのランプの中の多分下に判定が強いのが引っかかったの。なるほど、盛り上げてくれますね。しかし響きダン出てきたのはナルオ・サセリュウ。これはちょっと段が厳しい組み合わせですね。あ、そうなんですか。サンフレ勝利を持っているので、はい、反撃なんかでマイナス3の技なんか打てなくなっています。あ、なるほど。実際、具体的にサンフレ技、サンフレ確定してしまう技っていうのはどうのがいいですか。EX ダンク、はい、あ、EX ダンク。なるほど。しかしダンク局でうまくアンゴリュー、アーサツリは非常に前の管理がうまかった。画面端、さあこれはグラツーシレバチューからのエクサス、この強いですよね。そうですね、これは今は終わっちゃいましたけど、最後かかとで強制ダウンで、はい、さらに押し攻めに行けるので、はい、かなり強烈なグラツーですね。今回のバージョンからできる。このバージョンになって撮影理由もかなり面白い調整が入ってますよね。そうですね、体力を増えて本来戦いやすくなったと思います、はい、さあここもダンク脚の外の前にいて反撃していく。なるほど、撮影理由ここも見えている。ボールの上にしっかり、しかし交流裏に出ている。押し込んでいってゲージを使ってなんとかできるか。響きダウン、まずは一発。次は画面端ケース、これはうまい。バスジャンプ狩り、さあダンク脚通常技で削っていく。しかし体力が減ってきた。最後はおかしな噛み合い方をしてしまったか。そうですね、やっぱりこう一回球で離されると近づくまでプロセスが難しいですね。はい、このナルオ殺意を誰が止めるかというところ、なんとか3の合計、合計出てきましたね。
冒険殺意ってどうなんですか、わかりますか、シルさん。いやあ、あまり見たことないのでちょっとわからないですね。なるほど。じゃあ果たしてどのような組み合わせなのか。勝利打っていく、バック特定、セリの打ち合い、ここはバックステ、そして前ステと。さあ、大事決めているのはナロー。バン、ここからセリング少し溜めすぎたか、ガードになった。さあ、前ステ来たところ反応して中足置いている。ナロー殺意、画面足になっている。ここでセリング決まる。ここからゲージ使って大レア縮め、ここからの上から来て、まだ行く。ブラックからめくり竜巻、これでタイが入れ替わる。そこから一気に来た中段、そしてこのレバー中、冒険側はちょっと牽制があまり強くないので、ああいった技に対してもいちいち苦労しそうなイメージがあります。そうですね、打ち切った。ナルをやるときはやってくる。おっと、展開は早くする。そこまで割れて、しかし攻め削く。どうする？ね、ここはうまく空中竜巻、逃げに使った。あとの冒険、波動を打ち続ける。これはプレッシャーになるか、たまに上を混ぜると。さあ、上から来て、これは昇竜狙いの受け身だったか。ここで来た、ヒット勝ち、きっちり。さあ、これは決まったか、フィニッシュ。実際この殺意竜というキャラなんですが、はい、その相対的な強さとしては、はい、シローさんはどの辺に位置づけられるキャラだとお考えですか。そうですね、まあ中のジョーか、ジョーの下ぐらいですかね。あ、なるほど。まあ、かなりバランスはいいんですけど、はい、体力上がったんですけど、鬼滅士が低いままなので、はい、なるほど。鬼滅絡みにちょっと弱いんですね。あ、鬼滅絡み、割と本当に竜に比べてすぐピヨってしまったりするような印象が。あ、そこをじゃあいかにしてプレイヤーの腕で補うか。さあ、出てきたのはスイ、まあ、レイ、スイとヤンが出てきた。さあ、竜巻、ダイヤ決まっている。画面端、継続しているのはナルオの殺意竜。セリさんからの中大かかと。さあ、これ昇竜は打っていったか、相打ちだが、ここは相打ち OK。 空中竜巻です。着地の隙が少ないのがね、地味にいやらしいんですよ。ああ、なるほど。あれはもうほぼ空中落とすしかないみたいな。調整ですね、個性があると。そうですね。さあ、投げを通して、ここは空中ガードしている。スイのヤン、そこ一気にいったが、ゲージを使ってフォロー。どうする。さあ、なるほど。ここは落ち着いていってる形、上から来て、さあ、つながっている。さあ、中盤、竜巻、投げまで決めて、さあ、ここは苦しい、厳しい、言えなかったか、龍神脚。さあ、ナルオがここで出てくると、やはり。止めるのはなかなか難しいと。そうですね、バランスがいいプレイヤーですからね。はい、なかなか被せるキャラもなかなか難しいんじゃないですか。そうですよね。誠ってスタン狙いやすいじゃないですか。狙いやすい。誠はどうなんですか、殺意に対しては。殺意は、そうです、いい勝負だと思いますよ、今回は。それでもいい勝負、一方的にはならないですか。全然一方的にならないですよ。なるほど。空になくて射精竜にあるのがジャンプして空人脚があるんですけど、はい、あれが地味にこう地上対空しかないキャラは、はい、苦しいんですよ。あ、そうですね。さあ、竜が出てきて竜対殺意というなっているが、画面端、なるほど、画面端が強い。あれは分かりにくい。スタンまでセミさんからの中大かかと中竜巻、そこからの勝利、いい蹴りをしている。
タッチを渡って、さあこのラウンドはナルオがやりたい放題やっているか。波動も当たる。画面端へコンボを入れた後に、はい、中盤でどうして速い展開でも攻めていくっていうのがさっきから見られます、はい、ダブルアップ狙いとしてどうしますっていう。さあ今度さあゲージを惜しみなく使っていく画面端、そこからの投げ。さあ今は空中からの上にすぐったのか、それともめくりだったのか、空中にすぐですね。さあ勝利裏には出る、きっちり出る。さあそしてこの隙にもきっちり押し置き。なるほど、殺意が止まらない。一発が強いですね、やっぱり。そうですね。さあ相手チームはこの殺意に対してどのカードを切るか。はい、ですね、試合の途中ではあるんですが、私と、志郎さんの方はですね、ちょっと試合が近いということなので、ちょっと変わらせていただきます。ここでナルオが最下相当部位を言わせているのが、はい、カオティービーチーム。私の声入ってます？入ってますね。さあカオティービーチーム、よく見てる。今日ナルオ君と一緒なんですけど、まあね、殺意流結構仕上げてきたと。いや、かなりやってる。相当うまい。相当うまいですよ。さあこれ抜きさんもね、一押しの。いやー、ナルオ君は来たんじゃないの。カズノコナルオはこうシーズンの一件感じですよね。格ゲー界に来たんじゃないかっていう。さあ中田氏繋いでいく。これ繋いだから彼はゲージがもうあんな回復してる。さあここで繋いでビヨっている。中盤最盤繋いで、なんだこのコンボは。完璧に繋げる。さあどうなる。さあ後ろのバックミュージックが中田に勝利。出るんですよね、上は。上の出方が